どうも、愛知です。今回はちょっとコメント拾ってきたんですけど、こんなコメントとかメールが最近多いので、あまり得意分野ではないんですけど、まあ、カツが入るかどうかは置いといて、何かをね、ちょっと感じてもらえたらと思って思うがまま話していきますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していこうと思います。で、実はですね、この動画、まあ、このね、カツ入れてっていう動画、一昨日から撮影をしていて、一昨日のをボツにして、昨日撮影したのは編集してボツにしてって言って、今、テイク的には多分40テイク近く、もう喋ってるんですよ。撮ってるやつは。で、なんでボツにしてるかっていうと、こう、見返した時に、もっと伝えらんねえか、声がかかっちゃった。もっと伝えらんないかなっていうとか、なんかいろいろ、ぼちぼち考えてて、で、今に至るんですよ。で、結局今、結論として、まあ、これをみんなにアップして、みんなに見てもらってるってことは、自分の中では OK にしてる理由はきっと、もう、なんか、飾った言葉とか、綺麗な言葉を使って伝えやすくとか、いろいろ、なんかごちゃごちゃ考えたんですけど、多分ね、もうダメで、それが。だから、今回、もう思うがままに話します。はい。だから、その中でなんか、受け取ってくれたら嬉しいなと思うんで、まあ、あまり長くならないようにしようと思うんですけど。で、一番思うことは、まあ、カツ入れてっていう話じゃないですか。だからやる気ないとかさ、多分いろんな理由があると思うんですよ。やってても成績上がらなくてやる気が出ないのか、それとも、例えば合格判定がちょっともういい感じになってて、油断が出てるのかとか、もういろんな人によって状況が違うけど、みんなに言えること、これ受験生じゃなくてみんなに言えることとしては、俺は、やらないで後悔するんだったら、やって後悔する方が好きなの。もうそうなってほしい。いや、人生後悔ない方が絶対いいんですけど、でも、やらないで後悔するのってものすごい後に残るんですよ。まあ、32年間生きてきてね。あの時やっとけばよかったってことはたくさん思う。例えば、受験生のみんなが、もっと早くから勉強していけばよかったって思う人も絶対いるし、お父さんお母さんの世代の人が、若い頃にもっと勉強していけばよかったって思う人もいるわけだよ。みんながみんなじゃないけど。で、やって後悔することってのも実際あります。それは勉強だけじゃなくって。もしかしたら、例えば、人に告白をすると。で、もともとすごい仲良かった子、友達として告ったんだけど、ダメで、で、告って失敗するとさ、ちょっとこう関係がなんか微妙になる時あるじゃないですか。昔すげえ仲良かったのに、告って失敗したら、ギクシャクしちゃうみたいな。ああ、告らなきゃよかった、みたいな。そういうこともあるかもしれないですけど、でも、例えば、何かそのね、やんなければよかったって思った時に、その瞬間とか、そっから数ヶ月は、やんなきゃよかったって思ったとしても、長い時間が経った時に振り返ったら、あ、でもやってよかったな、あの時って。そのやったことによって、でも失敗したけどやったことによって得たものあったな、みたいな風に思うことって俺はたくさんあると思ってて。だから基本的にやってほしい。出し惜しみなく。それは受験生にしても、例えば普通の1、2年生で定期テスト対策の、まあ、普段の勉強もそうですけど、だから、今ね、例えばやる気が出ないとか、こう、やってもしょうがないんじゃないかとか、勉強してもどうせ私なんてとか、どうせ俺なんてっていう卑下し、ちょっとね、こうなんか、まあ、ひねくれちゃってるような気持ちがね、なってる子なんかにしても、ひとまず、やってほしいんです。それに、勉強ってさ、こう、自分は努力した分だけ伸びるって、いつも言います。それは本気で思ってるんですけど、得点に関しては、やった分だけ絶対伸びるっていうもんじゃないんですよね。実力は伸びるんですけど。で、どういうことかっていうと、まあ普段の模試とか、まあ入試の本番、テストもそうですけど、まあ実力って、定期テスト、中間期末に関しては、はいが決まってるからさ、ここまでの間勉強してごらんってなったら、ここまでちゃんと勉強していけば伸びるんです。だから、この範囲でテスト勉強やった分だけ基本的には伸びるはずなの、得点が。で、多分その感覚っていうのは、受験生になってる子なんかもわかると思います。やった分だけ定期テスト伸びるよなって。逆に、サボったら下がるよなっていうのは実感したことがあると思う。でも、受験勉強っていうのは、やっぱり3年分なんで長いんですよ。広いのね、範囲が。だから、こっからここまで3年分全部やりましたってなれば伸びます。確実に。でも、大体の子が、この単元やって、この単元やって、この単元やってって言って、で、やったところもあれば、やってなかったり、苦手だったり、ちょっとね、弱いところってのも絶対出てくる。で、それが、テストに出たり出なかったりっていう運が出てきちゃうんで、だから、やった分だけ絶対伸びるっていう状態ができないの。受験勉強とか模試に関しては。そう。だから、やってるのに伸びないっていうことが多々起きる。で、もちろん、やっても伸びなかったら、テンションも下がるし、モチベーションも下がるし、ね、もうやる気も落ちると。いや、当然なんだよ、それは。そうなんのはわかる。
わかるんだけど、忘れちゃいけないのは、やらなかったら絶対に伸びないんだよ成績は。やらなかったらね、やっても伸びる確証はないよ。得点でやって絶対合格ができるってこともないの、確証もないけども、でもやらなかったら絶対伸びないんだって。そう、もちろんこれからね、まだ10月、11月、12月ってなったら、どん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 もっと不安になります。本当に、まあ、特に初受験、高校受験が初受験の子なんかは、みんなが思っているよりもプレッシャーかかります。不安になるし、情緒不安定になるんだって。そう。なっていくんだけど、やっぱり、その、まあ、不安なね、不安ななんだろう、レベルというか、どのぐらい不安かっていうのはその子によって違います。状況も違うし、性格も違うからさ。でも、多かれ少なかれ、みんなその不安と戦いながらやってる。頑張ってるの。どんな子もね。だから、まあ、今回ね、カツ入れてってなって何話そうっていろいろ悩んで、いろんなことを考えたんだけど、ひとまず、出し惜しみなくやってごらん。それが、もっとできるはずって思いながらやる子もいると思う。やる気出ない時っていうのは、例えば、30分とか1時間しかできないかもしれない。もっと少ないかもしれない。でも、俺は、0と10の違いは大きいと思うの。0分の勉強全くやらないのと、10分だけだけどやったっていうのはやっぱ大きな違いがある。一歩踏み出してるから、10分でも。だから毎日ちょっとでもいいからやることが大事なの。ゼロっていうところを作っちゃうと、そこに慣れてしまうから、その感覚に。だからどんなにやる気が出ないとか、やっても吸収できてる気がしないってなっても、ひとまず短い時間でもやる。で、大事なことは、その10分だろうが1時間だろうが5時間だろうが、そっから10分でも何かしら吸収していく。ただ単に、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁってやるんじゃなくって。そう。っていうのがすごく大事です。ひとまず、毎日苦しみながら悩みながら辛い思いを抱えながらでも、少しでも踏み出していくっていう。その一歩ずつ踏み出して、ね、その先にみんなが思う志望校、語学とかが、に道に繋がってるはずだから。そう。って思います。はい。です。で、まあ、これね、別で話そうかと思ったのに、あと一個だけちょっと話いいですか。例えば、じゃあ何しようかな。じゃあスポーツにしようか、例えで。まあ、走る人とかしいね。短距離走の人にしようかな。早く走りたい、50マイル、100メートル走とかでタイムを上げたいって思ってる人がいるとします。もちろん練習しますよね。練習せずに、速さが上がるわけがないじゃないですか。何にしても。その時に、例えば、じゃあ3つ分けます。1つ。どうせ練習したって早くなるわけないよって思って練習する人。これが一つ。じゃあ一応出しておきますね。で、二つ目です。練習したら早くなるかもなって思って練習してる人。これが二人目です。で、三人目。これは絶対早くなってやるんだと思って練習する人。これどれが一番早くなる？同じ練習量でやった時って思った時に、きっとみんなは一番最後って思うと思うんです。で、実際これは絶対最後の人が一番早くなります。絶対に成果が出る、一番。これは、自分への意識もそうですけど、絶対なるんだって、絶対って言ってるけど、絶対不安があるんだよ、ここには。なれるのかな、わかんないって。でも、その不安の、押し潰して頑張って。でも、絶対なってやるんだって。思って、で、練習をしていく。モチベーションを高く持って。それが、すごく大事。勉強やってても、どうせ私なんて勉強したって伸びないって思ったら、伸びないよ、それは。そうなんだって。だけど、まあ、大体の子が伸びたらいいなとか、伸びるように頑張ろうって思いながら、その、まあ、真ん中だよね。それだっても伸びると思う。でも、できるんだったら、絶対成績上げてやるんだって。偏差値が5足りない、8足りない、10足りない、わからないけど、そこまで伸ばしてやるんだって。心の中では不安だよ、伸びるか。でもそれを伸ばしてやるんだと思って、ぜひやってください。そこまでいけなくても、どうせやったって無駄なんだって思いながら勉強はしないでください。伸びなくなっちゃうから、時間もったいないから、それは。いいかなっていう感じ。それが自分から伝えたいことでございます。はい。まあ、これがね、もう本当に40何回目撮ってますけど、何か伝わったら嬉しいです。まあ、これを投稿してるってことはね、自分の中で一応確認して OK だったと思うので、ここまで一応、締めがわかんなくなっちゃったけど、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。